おはようございます。12月4日水曜日の東京インフォメーションです。12月と1月は政治家の寄付禁止 PR 強化期間です。都の選挙管理委員会は寄付禁止ルールの徹底を呼びかけています。公職選挙法では時期や理由を問わず政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることを禁止しています。また有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止しています。忘年会や新年会への寄付や差し入れ、お歳暮などの贈り物、葬儀の花輪や供花、秘書や家族が代理で出席する場合の結婚祝いや香典も違反となり罰則の対象となります。都の選挙管理委員会は政治家の寄付禁止 Q&A 集の配布やポスター、街頭ビジョン、広報誌、ホームページなどで寄付禁止のルールを守るように呼びかけています。ベビーシッターの仕事に興味のある人を対象にベビーシッター募集セミナーが開催されます。これは都が進めている待機児童の解消に向け多様な保育サービスの一環として実施しているベビーシッター利用支援事業のベビーシッターを募集するために開かれるものです。今回のセミナーは全国保育サービス協会や都の福祉保健局の職員、現役ベビーシッターによる講演とベビーシッター利用支援事業認定事業者による就職相談会が行われます。今月21日土曜日の午後1時から5時まで TKP ガーデンシティ渋谷で開催され、保育の資格や経験がない人も参加できます。18日水曜日までに全国保育サービス協会のホームページからお申し込みください。事前申し込み制、先着順の託児室もあります。外国人おもてなし語学ボランティア育成講座1月開催分の受講者を募集しています。外国人おもてなし語学ボランティアは街中で困っている外国人に簡単な外国語で積極的に声をかけ、道案内など手助けをするボランティアです。英語力が初級程度の人は語学講座とおもてなし講座をセットにした全5回のコース、英語で簡単な日常会話ができる人にはおもてなし講座1回のみのコースがあります。国立オリンピック記念青少年総合センターや東京都八王子老政会館など都内各所で開催され、終了するとボランティアとして登録されます。この講座の来月開催分の受講者を募集しています。インターネット、ファックスは今月10日の午後5時まで、郵送は当日必着でお申し込みください。受講料は無料です。都と日本各地が連携した木材製品の展示商談会ウッドコレクション令和元年が開催されます。ウッドコレクションは通称木コレと呼ばれ、木材の大消費地である東京においてさらなる木材利用の拡大に向けて実施されます。5回目となる今回はこれまでで最多の41の都道府県から268の木材関係事業者団体などが参加します。ステージでは著名な建築家や学識経験者によるセミナーなどが開かれ、展示ブースでは東京の多摩産材をはじめ日本各地の地域材を活用した建材や家具などの木材製品が並びます。そして国産材を使用した木塀の特設展示コーナーも設けられます。木コレは来週の火曜日10日と水曜日11日の2日間、午前10時から東京ビッグサイド南34ホールで開催され、入場は無料です。初日は午後5時半まで、2日目は午後4時半までです。東京都では現在台風19号の被災者を支援するため義援金を受け付けています。東京都分と東京以外の被災県分の2つがあり、口座番号などは異なります。被災県分は日本赤十字社を通じて配分されます。詳しくは東京都公式ホームページをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。